どうも、エレキマニです。今回はね、これをね、改造したいです。これガチャガチャのね、景品のコードリールなんですけど、充電ケーブルなんかをまとめるのに使うんですよね。こうやってね、すっきりまとまるよっていう。これコードリールの使い方とちゃうやん。どう考えても。本来なら、コードリールは延長したいもんだから、こいつだよね。充電ケーブルのこの部分をコードリールに挿して、で、コードリールにはそもそも延長する分、だから USB の Type-C だったら Type-C のオスとメスがいないとダメなんだよ。じゃないと延長リールコードリールではない。だからこれをね、実用性あるものに変えていきたい。どうしようかなって思った時に、はっ、これです。 Type-C の LG 変換コネクタ。これをどう使うかっていうと、まあ、ここの出口にこいつをこういう風にね、セットしたいんですよ。そうするとコードリールみたいに使える。そんでね、もう一個用意しました。 Type-C の延長コード、これは Type-C のオス、Type-C のメスになってるんで、こいつがねコードリールに巻かれて、使いたい時に引っ張って1時間につけます。で、こいつを L に変換します。よいしょ。こっから入れていくと。待って、これやってけねえな、この長さ。マジか、嘘でしょ、マジか。これね、大きな失敗を犯しましたね。 Type-C のメスのところってそんな短いの売ってなくてね、一番短いのにしたんだけど、厳しいな。外にこの部分が出るからリールが回らなくなっちゃうね。ちょっとこの部分ね、どうにかします。取れましたね。これでいけるんじゃない。ナイスー。ということでね、完成イメージ、イメージでいくと、出てるな、これでも。これでもダメか。となると、厳しいな。作戦を変更しましょう。こいつはね、使えません。本当はここに入れるつもりだったんですけど、ここには、まあ、コネクタの中にダミーで入れとくだけにして、実際に使えるポートとしては、この辺に穴を開けて、一番奥。そうすると、ここは干渉しなくて済むと思うから、ギリギリね。そういう風にしていきます。やっていこう。ここ中身ね、外れるっぽいから。これで分解しました。とりあえずこうなってたんだ、分割してたんだね。だいたいいけたよ。できました。これでいくとうまくいってくれるはず。ギリギリ出ないですね。そしたら今度はダミーのプラグのところ、こいつらをちょっと加工してここにはまるように作って、中はちょっとぶった切ります。よし、どうだ。もう結構ちゃんと入るな。いい感じじゃない。あれ、危ねえ、危な、マジめっちゃ危な、薄っ。これ以上削ったらやばい、やばいぞ。ギリギリいける。これで切れたりすんのかね。いや、無理か。あー、でも切れ目入ってるから取れるな。よいしょ。まあ、とりあえずね、こいつは摘出してきました、ね、これはもうニッパーでチョキチョキですね。くそ。よし、こんなんでいいでしょう。まあこいつはね、ここにもくっついてダミーなんで、このコネクタがこうか。きたきた。あれ、なんかめっちゃまともじゃない、めっちゃコードリールだなこれ。え、どうしよう、こんな真面目にやるつもりなかったんだけどな。ただね、ここがね、奥まで刺さらない。そのコードリールのこの丸い部分が当たって奥まで刺さらないって問題が出てきちゃったんで、ここをちょっと削りますね。もういいね。あー、ちょうどいい。これは素晴らしい。いや、マジでかなりいい感じですよ。こうね、
削って、まあ、干渉しないようにしてね、スラーぐらいに、もう裏もね、ちょうどここのグレーのやつと生かすコネクタの方の L がね、ちょうど同じぐらいの位置に来て、でこいつもね、ちゃんとここで干渉せずに刺さりますんで、これは神だな、マジやばいんじゃない、これこれはすごいものを作ってしまったかもしれない。まあ一通りね、加工は終わったんだけど、これね、コードリールで有名な畑屋さんの USB ポートがね、ついてるコードリールがあるんですけど、それにめちゃくちゃ似てるんだよね。もうちょっとこう、リアリティを出すためにね、まあリールの色は変えずにね、本来金具である方の色を黒にします、黒。はい、準備完了。これで塗装やっていきますね。もうゴミしか入ってない、ただの黒ですね。はい、塗装完了しました。ささっと磨いて、ある程度ツヤ出すまでやっていきますね。はい、ということで全部パーツが出揃ったんで組み上げていきます。いい感じですね。どうすかね、見た目かなりいいんじゃないですか。そしたらこのコードの方ね、かなり危ない感じになっちゃってるんで、熱収縮チューブでカバーしますね。熱収縮チューブ。適当にこんな感じですね。はい、ということでね、チューブ巻きました。じゃあコードリールにコード巻いていきます。ここにメスの方を差し込みます。こんな感じ。それは巻いていきますね。はい、どうですかね、きっちり巻きました。まあ、やっぱりちょっとここね、デコってなっちゃったんで、下にいれば気になんないんじゃない。こういう感じですよ。気になんないね、全然。もうこれならないのと一緒ですよ。ということで、一個ちょっと忘れてたんですけど、これ元からついてくるシールなんですよね。注意、コードを巻いたまま充電を行わないでくださいですね。その通りです。こんだけ巻いてあるけど、一番最後まで量出さないと熱を持ってしまったり、まあ皆さん気をつけてね。ここにある通りです。これめっちゃ邪魔いじゃん。ここに来るやつだな、このステッカー。ちょうど矢印を削るか。このテープマジでむずいな。めちゃくちゃむずかったですね。この帳尻もね、合わなかった。ちょうどこいつがいてね、黄色いのが。まあでも遠目から見るとね、めちゃくちゃコードリールになったんじゃないの。ということでね、こいつを実際に使っていきましょう。ああ、 iPhone が充電したいな。電源に、よし、あれ届かないな。このコード短いや。コードリール使うか。よし、コードリールを出して電源側に接続。準備 OK。 充電オン。いい感じに再現できたんじゃないですかね。自分でもね、びっくりしてますね、本当に。ありがとうございます。ちょっとね、アップで映しますね。まあここがコンセントで、ここからコードリール、コードリールからのここのポートをつないで iPhone と、本来のコードリールの機能をね、これでこいつは取り戻したんでね、まあ俺に感謝してほしいぐらいですね。まあ、もしコードリールの改造ね、いいなと思った方は高評価とチャンネル登録の方をお願いします。今日はここまで。それじゃ、自動車のペダルの山を、ペダルの山を復元したやつなんておるん。エントリーナンバーワン、ボンディ。うわ、すごい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 すごーい。